はい、こんにちは、渡辺康生です。今日は、ファシアがなんでこんなに注目されているのかっていうことをお話しできたらなというふうに思います。まず、僕自身がですね、ファシアに興味を持ち出したのは、7、8年ぐらい前だったと思うんですけど、その時はファシアというファシアとかファシアとかっていう言葉ではなく、筋膜っていう言葉だったんですけど、もちろん今でも筋膜っていうふうに言いますけど、その筋膜っていう言葉さえもなんかちょっとまだピンとは来ないというか、なんだそれみたいな感じでこうスルーしてしまうような感じなんですけど、ある一人の方からね、プロ野球のトレーナーの方から、ずり圧っていう言葉を聞いた時に、こう圧を、ずり圧、圧をぐっとこうかけて、それをこうずらすというイメージですね。それを聞いて実践した時に、痛みがなんかこう格段に消えていくっていう経験をしたりとか、関節の可動域が一気にこう変わっていくっていう風な経験をしたんですね。その時にちょっとその先輩と一緒にこう実技で講義をしてもらったりとかして、でこれはなんか面白いなって思ったのが最初のきっかけでした。で、そこから何年かこう経って、そのファシアっていう言葉に、僕はピンと来てた時期があるんですけど、で、最近こう、一番、なんでそれが効くのかなとか、なんでその痛みとかに効くのかなっていうのが、分かってきてるんですね。で、ファシアっていうのは人体最大の、感覚受容体ではないかと。いうふうなことが言われるようになってきてるっていうことです。人体最大の感覚受容器ですよね。っていうことは、人の中で、最も多い感覚受容器が、網膜なんですね。網膜、ここの受容器を上回るんではないかというふうに言われております。で、もちろん筋組織自体にも感覚受容器ってあるけど、それの6倍ファシアにはその感覚受容器があると。ファシアのネットワークですね、にはあると。で、ファシアってもうすべて、血管から内臓から神経から靭帯から腱からすべてファシアですよね。で、これは全部一つ数百に分かれてはいるんだけども、すべてつながっているから一つだっていうふうな見解もあるんですね。なんか面白くないですか、その辺で。要は一つだっていうことはつながってるっていうことなので、遠隔ですね、遠隔での治療もやっぱ可能となってしまうし、当然その部位、局所の部位でも治療としてはとても効果が高いというふうなことですよね。なんとなくお分かりいただけたでしょうか。で、実際にそのファシア、痛みが出ている部分とか、慢性の痛みですね、急性痛はちょっと別なんですけども、慢性痛のが出ている人はそのファシア自体が飛行してたりとか、滑走性が悪くなってたりとか、伸長性が、悪くなってたりとか、あと水分ですね、水分量が低下していたりとかっていうふうなことも確認されていると、いうことですね。だからこのことからも、科学的にだんだん分かってきてる。僕自身は古典の鍼灸の学会でずっと最初の方はねやっていて、とてもそれが好きで、その考え方とか、引用論とか五行論とか今でも好きで、それを取り入れながらやってはいるんですけども、この現代医学の方のその最先端の部分ですね、こっち側にもこう着目しながら鍼灸師さんとして、皆さんの技術の部分にお役に少しでも立てれたらなというふうに思っております。はい。じゃあ今日は、この辺で失礼いたします。